能楽の魅力は650年の歴史を持つ伝統芸能ですけれど、今も姿形をほとんど変えることなく今現在に至っているという、その伝統の重みそのものが私は最大の魅力だと思っています。そしてして方の魅力ですけど、何といっても主役を演じることができる、一番目立つポジションにいるからこそたくさん勉強しなくてはいけないんですけど、そういったところも、して方の大変なところであり魅力の一つと思っております。私はそのあまり小難しいことを言わず、私が若い頃に習ってきた通りのことを教えするようにしています。ただ一つ言えるのが、発表会を経験することでワンステップずつ何か一つ上上がっていかれるというのはもう私が見ていても分かりますので、舞台に立ってお客さんに見てもらうということで大きなものを得ていただいているんじゃないかというふうに思っています。私たち宝生流も近年女性能楽師というのが少しずつ増えてきています。男性も女性もできるかなじゃなくて、まずやってみようかな、これで生活が成り立つかな、そういった不安もあるかもしれませんけれど、一緒に支えて一緒に協力して、頑張っていきましょうということはできますので、ぜひ能の世界、足を踏み入れていただいて共に歩んでいただけたらと思います。